った時はすごい難しくなりますよね。はい、あのさっきの荒いじゃないですけど、ちょっと大事にいってしまうんで、走るとなると、逆にこう見極めができなかったり、はい、走らないでくれたら自分のリズムのバッティングができるんで、バッターとしては、ね、やりやすいんですけど、はい、まあ、岩田の先ほど言われたように信頼というのが、ね、高いのかもしれないですね。これかなり苦しいですね。厳しいコースに行ってもみんなファールで逃げられるでしょう、はい、以前はこれ空振りさせてたんですよね、井端が粘っています。次がこの井端に対しての9球目。何を選択するかですね。低め外れました。フォアボールで満塁、ワンアウト満塁です。試合は大詰め、9回の表リードはわずかに1点。いや、ここに来て矢野さん、今日は結構ボール球に手を出してくれた井端ですけども。そうですね、やっぱ大事なところはね、まあ、最後はちょっとはっきりしちゃったんでね、まあ、仕方がないですけど、まあ、ここもね、堂上選手高めのストレートをね、振ってファールだったり空振りしてくれるとバッテリーとしてはすごくこう幅が広がるんですけど、はい、見極められるとね、ちょっと嫌な感じになりますよね。ワンアウト満塁となって力のあるバッターが出てきました。堂上武弘です。しかしこれピッチャーもしんどいですけど、キャッチャーもしんどいですよ、しかも9回変わって出てきてるでしょう、はい、山がしっかりと前にボールを転がしています。今のなんかあれ、あのフォークかな。フォークですな、はい、あれフォークのリリースのポイントはもう全く定まってないよね、はい、うん、9回の表ドラゴンズの攻撃、ワンアウト満塁です。藤川がこのピンチしのげるんでしょうか。目は危ないぞ。一塁線、鋭い打球ですがファウルボールです。一瞬ヒヤッとしました。いや、矢野さん、本当に思い切ったスイングしてきますね。そうですね、今のも多分ね、カットだと思いますね、はい、はい、球児ちょっと今最近ずっと練習してるんですけど、なかなかこう投げれるところがなかったんですけど、はい、あの井端選手の初球もね、多分カットだと思いますね、内野は前進守備。これちょっとコントロール、球のキレともどもちょっとしんどいですね、はい、なのでね、空振りかファウル取りたかったんですけどね、これは2ストライク1ボールになるのと2ボール1ストライクってこれはもう全然条件が違いますからね、はい、これストライク1つボールが2つといえば、これバッターにしてみれば完全にバッティングチャンスですからね。今のボール振ってくれたですね。ファールボールで2ボール2ストライクまで来ました。
ここは矢野さんバッテリーとしては、まあ、三振がもちろん一番いいんでしょうけども、はい、まあ、内野ゴロ、うん、まあ、いやでもあのやっぱり三振ですよ。三振バットに当たれば何が起こるかわからないんで、はい、やっぱり狙うであれば狙うんであればっていうおかしいですけど、最高はダブルプレーなんですけど、バッテリーの考えとしては三振を取るっていう気持ちの方がボールも強くなるんで、はいはい、詰まっています。ホームはアウト。堂上武弘のバットを折りました。新井がホームに送球して、完全なボールダウン。ツーアウト満塁と変わります。6連敗中のタイガース、その長い長いトンネルから抜け出すまであと一歩まで来ました。しかしツーアウト満塁というピンチが目の前に立ちふさがっています。藤川球児がこの回ヒット2本とフォアボールで満塁のピンチ。堂上武弘をファーストゴロに打ち取ってなんとかツーアウトまで来ました。甲子園球場はあと1人コール。しかし打席は谷繁です。初球は外のまっすぐ。ここは矢野さん、谷繁を打ち取るポイントっていうのはどこになりますか。まあ、バッターはストレート狙ってくると思うんですけどね、はい、まあ、コントロールがいけば、高めの方がフライは取りやすいんですが、ちょっとバッターが下から出てくるんで、はい、逆にシュート回転でインローとか行くストレートが一番ちょっと怖いと思うんですよ、はいはい、アウトコースにちょっと高いので、スピンの効いたボールがね、いければフライになる確率結構高いですけどね、はい、バッテリーはこのベテラン谷繁に対してどう攻めていくんでしょうか。高めのまっすぐですが外れました。ここは谷繁にしてみればもちろんのこと、その長打はいりませんからね、はい、だからその大振りをしてこないっていうことはまず頭に置かなきゃいかんですね、はい、となると小山さん、バッテリーの攻め方どういう風になってきますか。いや、これはやっぱりね、まずはまあ、常々僕が言うようですけども、まあ、コントロールミス、これはまず絶対避けるべきですね、はい、まあ、一時のようにその空振りをさせられる球がね、数々あれば、はい、これまたその思いっきりよくね、その高め誘ってね、打ち取る方法もありますけども、これ空振りさせられる球がないってことで非常にこれ苦しんでるんですよ、はい、だからもうできる限りもう低い球を集めてね、3ボール1ストライクです。ボール3つ、嫌なカウントになりましたね、はい、試合時間は間もなく3時間30分です。3時間30分を経過しましたので、この9回ので決着がつかなければそれ以降の延長はありません。スリーボールツーストライク、フルカウントまで来ました。お二人に伺いましょう。勝負球はどうなりますか。
これも僕であればもう先ほど来言ってるようにね、はい、もうあのアウトコース低いところに頼みますな、はい、困った時のアウトロー、うん、矢野さんはいかがですか。いやもうストレートしか投げれないです、まあ、そうですね、ストレートしか、これフォーク投げれたら逆にすごいですよ、はい、さああと1球です。連敗ストップまであと1球、間合いを嫌いました藤川球児。ここで小宮山が一旦マウンドに行きます。今いいタイミングで行ったかもしれないですね、はい、球児がこう嫌なタイミングでちょっとねパッと外したんで、それで一回ちょっとフラットにして投げるっていう意味ではタイミング的にはよくいいタイミングで行ったと思いますけどね、はい、甲子園9連戦の初戦、連敗を止めることができるんでしょうか。あと1球です。谷繁がファールで逃げました。1対0というタイガース投手陣がしのいでしのいでつないできたバトン。藤川が2アウト満塁という大ピンチを背負っていますが、あと1球で連敗ストップというところまで来ました。打ち上げた。しかしボールは銀さんの上、ファールボールです。今のボール球だったね、はい、手出してくれてよかったね。高めのボールでしたが谷繁がファールボールです。あれ以前は空振りさせてたんですよね、あの高さの球、それができなくなっただけにちょっと苦しいですよね。フルカウントから3球ファール、簡単には終わらせてくれません。このイニングだけですでに次が35球目という藤川。慎重にスリーアウト、なんとかしのぎました。2アウト満塁の大ピンチをしのいでタイガース1対0、連敗を6で止めました。そして対ドラゴンズも連敗7でストップ。いろんなものを背負ってのピッチング、藤川球児がなんとかゼロでバトンをつなぎました。そしてスタンディッチも5月の25日ソフトバンク戦以来1ヶ月半ぶりの勝利ということになりました。興奮冷めやらぬ甲子園球場ですが、小山さん